ケモンではたまに特別な技を覚えたポケモンがゲーム内に配布されることがあるんですが、対戦で活躍する技はそんなにない。その中でも記念品であることを過剰に意識しすぎた結果、とんでもない技構成になっている配布限定ポケモンがいるので、今回はそんなやけくそ配布限定ポケモンの技構成を紹介していきたいと思います。1体目がダークライ。時の子悪切断をむしろ撃たれてる側のポケモンのはずなんだけど、これ実際子供の頃もらったけど時の方向使わないから忘れさせた記憶がある。同じです。悪空説だま残してたね。2体目がスイ君。なんでスイ君レード？普通に考えたら水タイプの技で強い技を覚えるべきだったと思うから、潮吹きとかが良かったんじゃない。3体目がアルセウス。何この技構成？原子グラードン原子海洋画のイメージに沿った技構成らしいぞ。まあ、確かに映画には出てきてたけど。じゃあ断崖の剣と根源の波動だよ、か潮吹きと噴火か。ゲームバランス調整なんだろう。記念品なのか対戦意識するのか、なあなあになった結果の技か。